皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラーフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラーフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。70代の犬の飼育阻害要因の最も大きな要因は、最後まで世話をする自信がないからである。答えは、丸です。ペットフード協会の調査によりますと、70代の飼育阻害要因は、最後まで世話をする自信がないからが 44.2% で、最も大きな要因でした。小型犬は15年、大型犬では10年の寿命があることから、飼い主さんが最後まで一緒にいることができるか、不安を感じていることがうかがえます。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。